らないですよ、ね、あるこれどこですか。一人篠山選手いつも納豆を食べてるイメージが。篠山選手いつも納豆を食べてるイメージ。いつっすか。いつ。あ、富山、そうか、富山もいたんすもんね。納豆ないですよ。納豆大丈夫っすよ。東南アジア、東南アジアで、ね、なんか中東のハマス。うわね、体に良さそうだけど。大丈夫でしょう。とりあえず食べれるか食べれるかいいかなと思ってます。今日のナンバーワン。あ、これこれこれ。このナンバーワン。ありがとうございます。トルコ世界三大料理なんですけど、どうですか？お味は。いや、美味しいですよ。美味しいですか？はい。美味しくいただいております。一度食べてみてください。How's the Turkish food? It's good. It's pretty good. What do you see? Which one's your favorite? The dessert. Is that Turkish dessert? Gohan is not like the normal Gohan. Beef stew? It's like a Japanese food. It's a little bit of a taste, but it's delicious.まあ確かにあの一番多分この代表でなんだろうなちょっと嫌いなものも多くかなり食わず嫌いだしもう見た目とか匂いとかでもちょっと拒否ってしまう部分があるので結構、はい、自分が食べてると他の選手もなら食べれるんじゃないかって思うかもしれないですね。まあそれほどあんまいつも海外でいろんなものにあんま手出さないので。その喋り方どう思いますこいつ何この喋り方どう気になる気になる僕が食べる食べれるじゃないじゃんどの喋り方やねこいつもでも変わりますよねインタビューになった瞬間一番変わると思うんですよどう思いますか俺は常に素で向き合ってんだよ誰とでも全然かっこよくないですどうでしたトルコ料理は世界三大料理ですけど美味しかったです明日からお疲れ様ですお疲れ様です バスケットライブ